植物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、久しぶりに月下美人ですね。前回の動画で暖かいうちだけ屋外で育ててみようかなっていうことで外に出すって言ってたと思うんですけど、その話した通り今日までですね、10月の末なんですけど、26日とかかな、そのくらいまで夏の間屋外で育ててたんですけど、花はね、やっぱり今年はつかなかったですね。花つくほどやっぱり大きくなってなくて、ちょっとお見せしますね。よいしょ、こんな感じですね。まあうちに来た時から考えたらね、こういう感じで上の方まですごい大きくなって出るんですけど、こんな感じで、まあ、下からもねすごい出てきたりしてて、成長はね普通にまあ見ての通りしてるんですけど、やっぱりね1年では花がつかなかったですね。もっとねうまく育てたら、まあ、1年くらいで花がついたりするのかな、わかんないんですけど。一斉の動画、僕ねこれ自分で実家にねいた時に買ってで、ちょっと育ててたやつの増えたものを母がね、去年か、持ってきてくれて、差し木して今、こんな感じまで成長してきてるんですけど、実家だとね、2年か3年くらいかな、3年くらいで多分花がついてたと思うんですよね。ちょっと母が花咲いたって送ってくれた写真、ちょっとここに出してみますけど、これはね、今年咲いた花になるんですけど、去年も確か咲いてたって言ってたんで、3年とかかな、うん、3年くらいで花がついてたんじゃないかなと思うんで、この子もね、多分、それ考えてやっぱ来年、さらに次の年か、もう再来年とかになった時に初めて花がね咲いてくれるんじゃないかなと期待してるんですけどね。やっぱりね外に出してあげて正解だったかなと思いますね。1年でまあね伸びてすごい上まで行ってるんで、再来年くらいには花ついてくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。結構ね多分夜とかはね外は冷え込んでたと思うんですけど、それでもね下から新芽とかも出てきてるんで、ちょっとまあ葉っぱの様子とかもね近くで見た方が面白いと思うんで、ちょっとカメラ回してみますね。一斉の動画、はい、これがねうちの月下美人ちゃんになります。下のね根元、この部分わかりますかね、ここの部分、ほらこんな感じでね、下からもうね10月のだって末なんでね、外結構夜とかすごい寒いのに、こんな感じでね元気に新芽がね出てきてくれてます。葉っぱもね、これ見ていただいたらわかるんですけど、こういう感じで、ね、新しい葉っぱもちょこちょこいろんなところから出てきたりとかもしてます。綺麗だし可愛いよね。もうね、結構ね、こんだけ涼しいのにね、元気に外でやってくれてますね。でもね、さすがにもうちょっと今回、この撮影で今中に入れたんですけど、もうね、ちょっと中で、こっからはね、11、12、1、2の4ヶ月くらいは中で育ててあげようかなと思ってるんですけど、もうちょっと外に置いててもいいのかな？11月いっぱいくらいまでは外でもいいのかな？調べてね、まだ外でも行けそうだったら、できる限りね、太陽光で育ててあげたいんで、うん、まだ行けるんだったら外でこれからも育てようかなと思ってます。はい。ほんとね、うん、いい感じなんですよ。多分ね、これなんかもっといっぱいね、もしかしたら下からニョキニョキ出てくるかもなっていう感じしてますよね。一斉の動画。まあそんな感じでね、下からも新芽がたくさん出てきたりとか、葉っぱもね途中からこうニョキニョキ出てきたりとか、まあしてる感じです。これ定期的にですね、花が咲くまで月下美人ちゃん紹介していこうと思ってるんで、よろしくお願いします。僕ツイッターとインスタグラムもやってるんで、よろしければフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。